インフォメーション。パルインフォメーションの時間です。 F 南南海放送では、南海放送が掲げる愛媛主義のもと、地域社会とのお互いの発展を目指すため、 F 南を活用した地域情報の発信に関する連携協定、パル協定を愛媛県内各自治体や関係団体と結んでいます。そのパル協定を結んだ愛媛県内各市町や関係団体の情報をお伝えしているのがこのコーナーです。さて、今日は今治市の話題です。もうご存知の方も多いと思いますが、今治港周辺で今度の日曜日ですね、12日に行われます瀬戸内港マルシェについて、運営委員長の原達也さんに電話で伺います。原さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、原さんはもうずっとそのあれですか、このイベントを立ち上げた頃からずっと管理されてるんですか？まあ、管理というか、はいはい、あの運営委員長、まあ、運営の責任者として、うんうん、まあ2022年の11月からこの瀬戸内港マルシェが始まりましたんで、うん、はい、皆さん運営メンバー、あとボランティアの力を借りて、はい、なんとか運営をしているという形でございます、うん、とても評判がいいですよね。 ありがとうございます。そうですか、いや、はい、毎回すごくにぎわっているって、僕新居浜なんですけど、はい、聞きますよ。ありがとうございます。ねえ、そして瀬戸内港マルシェって、はい、まあ港というからには今治港で行われるんですけど、はい、これ季節もまたいい時期になってきましたよね。そうなんです。ちょうど本当にまあ、ね、日中はちょっとはね、あの暑いぐらいの時もありますけど、本当にあの港のとこの気候は本当に潮風が気持ちよくて最高のロケーションです。そうでしょうね。あの、はい、普段何もしてなくてもあそこって素敵な場所ですもんね。そうですね。ね、まさにそこでね、海沿いでこう食事ができたりとか、そうですよね、買い物ができたりとかですから。はい、で今回は、まあ12日の日曜日のイベントに関しては、はい、どんなお店が並びます？はい、毎回100店舗の出店がありますので、はい、まあ今回、まあ、水産からですね、ほうほう、農産、キッチンカー、飲食店、うん、あと雑貨、はい、約100店舗が出店してくれます。そのあれなんですよね、その出店者がこう入れ替わったりってこともあるんですよね、はい、あ、入れ替わりますね。登録上はすでにも500店舗を超えていますので、毎回出てくれる、まあ、人気店もありますし、はい、まあ、来たら本当にその入れ替わりでこう、まあ、運営の方でこうアレンジをさせてもらってますんで、毎回新しいお店が発見できるという感じにはなってます。だからそれがあれなんですかね、その足を運ぶ方にとっての人気の理由の一つなんでしょうね。そうですね、やはりこの規模感っていうのがこの瀬戸内港マルシェの売り、また内容が毎回変わるというのが売りではありますね。そうでしょうね。でも見つけるの大変じゃないですか、出店者。まあそうね、まあ、それも楽しみとして、はあはあ、結構本部には問い合わせあるんですけども、ね、はあはあ、毎回変わるので、必ずこの店があります、まあ、ウェブサイトの方には毎回情報は出してますので、うんうん、そこを見ていただきながら来ていただけてるのかなとは思います。なるほど。だからまあその楽しんで集めたお店だからこそ、とてもこういうワイワイにぎやかさが出るのかもしれませんね。そうですね。ね、はい、で今度の日曜日のおすすめ、さっきあの水産っていう話もあったんですけど、はい、魚の浅せりっていうのが、はい、面白そうですね。はい、これセリっていうと一般の方は、ね、なかなか参加できないものが多いですけど、はいはい、一般の方が参加できるセリが、はい、毎回第2日曜日、ちょうど今度5月12日ですね、やります。へえ、一般の方も参加できる、はい、誰でもできるもんですか、あれって。なんかテンポ早くてついていけないみたいなことないですか？いや大丈夫です。ちゃんとその競り人の方がちゃんと、まあ、当然手を挙げて、じゃあ、ね、1000円とか1200円とか言わなきゃいけないですけど、うんうんうん、ちゃんと競り人の方が、はい、周りに渡しながら聞いてくれますんで、やる気さえあれば大丈夫。やる気さえあればね、はい、でも貴重な経験できそうですよね。そうですね、まあ、本当新鮮な魚が多分おそらくスーパーなんかで買うよりは安く、うん、はい、買えるのは間違いないので、まあ、そうなのかもしれないですね。はい、で例えばね、じゃあヒラメって言って手を挙げて競り落とせました、はい、その場で食べることもできたりするんですか？
そうなんです、そのちょうどその、競りやっているところの裏側に、うん、マルシェキッチンというキッチンがありまして、はいはい、その場にそこに持っていくと、うん、まあ、さばいてくれます。で最終本当刺身にまでしてくれるというオーダーも、まあ、有料ですけど受け付けますんでね、はいはい、そうするとそれを持って、海沿いで本当海見ながら刺身が食べられると。うわー、はい、それもたまんないですよねそうですね、だってやっぱりね、それはもうおろしたての刺身なんてのはもう全然違うから。いや、それは違います、はい、ね、もう食感自体がもう全く違うみたいなものがほとんどじゃないですか。はい、これが、ね、まあ、ね、経験できるというのはなかなかないでしょうね。そうですね。それこそ本当の漁協さんが、まあ、特に今、宮古島の漁協さんが力入れてくれてますんで、うん、本当に天のとマダイって、すごいこう、ね、ブランド化されてますけど、そんな、ね、ブランド化されたタイ、まあ、塩に揉まれてるから身が引き締まってるんですよね。まあまあまあ、はいはいはい。まあ、そういうのを、まあ、本当に前日本当に、ね、取った魚とかを、うん、持ってきてくれますんで、もう新鮮さは最高ですね。はい、最高です。細かいことを伺うんですけど、はい、お刺身の醤油とかは持っていかなくていいんでしょう大丈夫ですそんなちゃんとあります。一つ、はい、お箸もありますし、わさびもちゃんとありますから何でもあるんですね。わかりました、はい、じゃあ安心ですね、はい、お酒は自分で買ってくださいお酒もだから一杯やれる方はやれるってことですもんね。そうですね、はい、売ってる店さんもありますね。あ、そうかそうか、最高だな、はい、ってことは、まあ、なるべくそのいろいろ段取りができる方は、そしてお酒が好きな方は、はい、車で行かない方がいいかもしれませんね。まあ、飲むんだったらそうですね。まあ、当然ね。はい。はい、これで、例えば車で行かないとしたら、はい、JR になるんですかね。JR、そうですね。今治駅から、まあ、ちょっと徒歩で行くと15分ぐらいかかるかな。うんうん、ただ、まあ、一応バスもあります。瀬戸内バスさんがあって、はい、その瀬戸内バスは、この今治港、ハーバリーっていうところまで、はいはい、もう、直に行って、そこの目の前でやって、そこから本当にもう30秒もないぐらいで、もう目の前、はいはい、はい、分かりました。で、車で行く場合は、まあ、近隣の駐車場ってことですよね、はい、駐車場に、はい、有料駐車場をご案内してますので、そこに止めていただいて、来ていただくという形になります、うんうん、まあ、ちょっと今治市内も散策しながら、はい、散歩がてらお越しくださいということですね。そうですね、分かりました、はい、では改めて日時と合わせて PR があれば、はい、ぜひ教えてください。はい、ちなみにですね、今度競りもありますけど、はい、子供親子で参加できる漁師体験っていうのも、漁師体験ねあるんです。ほう、はい、まあ、それちょうど締め切り直前ですけど、明日まではエントリーできるので、そうなんですか。それもウェブサイトを見てほしいですね。ちょろっと言うとどんな感じですか、漁師体験。漁師体験というと、刺し網漁っていう、まあ、まあ、本当に漁師さんの船に乗って、うん、漁をして、でその取った魚を今度マルシェに持ってきて自分で食べれる、うん、あとアコーラーメンさんってラーメンもセットでついているので、うん、非常にお得なプランだと思いますね。そうですか。まさに、まあ、食育になる子どもにとってはですね、なるほどなるほど、取った魚を自分で食べるという、そんな体験ができるのを、はい、があります。わかりました。漁師体験が、まあ、締め切り間近ということですね。そうですね、はい、わ、はい、かりました。で、改めて、日時が5月の12日ですね、はい、12日日曜日の午前9時から14時まで、はいはい、やってます。はい、わかりました。なので、まあ、詳しいことはホームページもぜひご覧いただければと、はい、ぜひともご覧いただければと思います。なんかやっぱ瀬戸内じゃないとできないようなマルシェっていうのが人気の秘訣なんだろうなと。そうです ね、そこが皆さん、はい、注目してくれてるのかなと思います。そうですね、改めてよくわかった気がします、はい、ありがとうございました。いえ、よろしくお願いします。ここまで、はい、ここまで今治市で開かれます瀬戸内港マルシェについて運営委員長の原さんにお話伺いました。どうもまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。毎週月曜から木曜のこの時間午後3時からはパルインフォメーションお届けしています。このコーナーはポッドキャストで配信しています。南海放送ホームページのラジオ、また南海放送アプリの見る聞く、さらに南海放送公式 YouTube チャンネルから、また Apple、Spotify、Amazon、ラジコのポッドキャストサービスからお聞きいただけます。番組終了後1時間程度で当日の放送が聞けるようになりますので、ぜひそちらでもお楽しみください。そして過去の放送分もすべてアーカイブで残ってますので、気になる情報がありましたら探して聞いてみてください。明日はですね、西予市の話題についてお伝えする予定です。お楽しみに。パルインフォメーションでした。